今回紹介するのは、ソードアートオンライン25ユナイタルリング IV という本です。今回はなかなか楽しめたバトルあり、200年後のアンダーアールドの世界が徐々に明かされていくなど、なかなかに楽しめました。まず巨大な人面ムカデとの戦いから始まり、 強力な支配魔法による大軍団を組織したムタシーナとの戦いも見応えがありました。仮想研究会のメンツもアクセルワールドとの類似も見られ何か関係があるのかも意識させられます。そしてアンダーワールドの方では話が進んだとは言い難いのですが。 過去の人物の子孫などが登場してワクワクさせられます。今のところ人間子孫しか出ていませんが多くの子孫とかがどう社会的地位を得ているのかとかリーファーをどう伝えているのかがかっこ笑い気になりますね。ままたイラストのせいもありますが 凍結された騎士とかがミラージュナイトっぽいなぁと思えました凍結された騎士とかは誰がいるんでしょうかねイラスト的にはあの二人でしょうが意表をついて成長した双子とか登場してほしい気もしますね事件は始まったばかりでまだまだ先は長いので頑張って早めに続き期待したいですそれはそうと時々キリトとアスナの視点が切り替わり 一瞬困惑することが何回かありました。どうせラノベなんですから変わる前にキリとアスナみたいな表示入れにてくれた方が読みやすかったですね。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。